皆さんどうもこんにちは、京都大学の藤井でございます。今日は木内先生の勉強会ということでお声かけいただきまして大変ありがたく参上いたした次第でございます。木内先生とは、もう東京でいろいろとご一緒してございまして、今の財政政策検討本部のお話とか、あるいはその前の高橋早苗さんの総裁選の時とか、その前の日本の未来を考える勉強会とか、そういったところでいつもいろんな格好で木内先生とご相談しながらですね、なんとか日本を救い出す取り組みができないかと、そういうことを考えてたわけなんですね。まず最初に今日お集まりの皆様方がどういう皆様方なのかというと恐縮なんですけども、一般の方がですねどういう認識にあるのかっていうのを知りたいので、率直にお答えいただきたいと思うので、本当に率直にお答えいただきたいと思うんですけど、日本は今から言うと手を挙げてください。日本は、今1000兆円の、借金があると。これ事実です。1000兆円以上の借金、これで将来破綻するかもしれない。でそれがこれは大変大きな問題だと思ってらっしゃる方、どれぐらいおられますか？はい。そんなことは全然問題じゃないと思ってらっしゃる方、どれぐらいおられますか？ああ。ちょっとどっちかわからへんなっていう方。あ、なるほど、わかりました。という温度感で今日はちょっと話をしたいと。その人によってこういろいろと喋り方変えていかなあきませんから。まずね、果敢に手を挙げていただいた方に、お話をしておきたいと思いますけど、最近ですね、矢野っていう事務次官が、文春で原稿を書いてですね、で、それぞれいろんな論争がこう、あるんですけども、で、それで矢野さんはこんなこと言ってるんですね。日本は1000兆円の借金があって、このままばらまきの政策を続けると、ちょうどタイタニック号が氷山にぶち込む、突き当たるようにして、日本が大変なことになって沈んでしまうと。だからやむにやまれぬ、大和魂を発揮してですね、僕はこんなばらまき政策はダメだと、もっと、緊縮でばらまきをやめて、増税をして、ちゃんと給付金とか配らないで、政府はお金を使わないようにすることが、かえって国民の皆様方、国民国家のために、支持存続のためになるんだと。だから僕はやむにやまれぬ大和魂に基づいて、クビになるかもしれないけど、僕は頑張って、今の政治に物を申すんだと。どうだ僕偉いだろうと。記事を書いたわけですけども。それに関して、いろんな言説があって、その通りだと、いう人も、出てきて、でも、いや、もう基本、ちょっとどうかなと思うけど、基本的にそうだよ、という人が おると。で、じゃ何言ってんのこの野郎、いう人も、いるわけですけども。これに関して、最近、文藝春秋でですね、対談があって、小林慶一郎という非常に有名な東京財団の、学者がいて、その人がですね、すごい緊縮派なんですけど、こういうことを言ってるんですね。それと対談してる人がですね、いや、日本は、円建てで借金をして破綻しないのは常識ですよね、と。いうようなことを言われたときに、それはそうですよ、と言ってるんですよ。もう終了ですね、これで。もうこれね、終了なんですよ。で、これ、破綻しないんです。破綻、ここはね、だから破綻っていうのは何かっていうと、定義上、借りた金を返せなくなることを破綻とこう言うんですね。英語で言うとデフォルトっていうんですけど、これもデフォルトはもう、意図的にしようと思ったらできるんですけど、ね、維持でも返さへんみたいな。返せるけれども返さへんぞ、みたいな。100億円持ってても1万円借りても破綻しようと思ったら破綻できますよね。だから破綻することは一応できるんだけど、バカでない限り破綻しないと。だって別に返そう思ったら返せるよ。そういう意味で、そういう意味では破綻できないというか、破綻しないというか。で、これはもうね、緊縮財政派の人ももう合意の事項になってます。合意事項です。だから、矢野さんが、突っ込むんだとかって言ってる、破綻するんだって言ってる破綻っていうのは実はね、デフォルトのことを言ってるんじゃないんですよ。としかも考えられないです。っていうか、でもね、でも、あれを読んだ普通の国民は、わあ、僕らが破産するみたいに日本国家も破産するんや、と思うように書いてあるんです
はい、こういうのをなんて言うんですかね、詐欺って言うんですね。これ普通に詐欺です。あの、広辞苑の定義上詐欺です。価値ある判断をさせるわけですから。で、その言葉を通して、まあ、増税させたり給付金を諦めさせたり、あの、要するに財務省は給付金を諦めさせたり消費増税を諦めさせたりとかしたいわけですよ。そのために嘘をついてらっしゃるということなんですね。でも、もうこの時点でもうなんていうかすごい話になってるんですよ。もう多くの国民 99% はもうすでに財務省に騙されてるということなんですけど、で、ここでなんで破綻しないのかっていうと、これ理由簡単で、AKB48 は AKB48 握手券で破綻することがないですから。何言ってるか分かります？自分で作ってんだから。別に AKB48 握手券をもう CD いっぱい売って、なんか世の中に100万枚回してて、おいでそれをなんかもう借りて、そのなんか最近やったら誰か分かりますけど、前田敦子やったら古人でしょうけど、なんかそんなんが借りて、いっぱい借りて、おいでその借りてるやつに返せって言われて、返せないごめんなさいってならないですよね。だって事務所に言ったらいくらでも釣ってくれるんだから。そういう状況に日本政府ってあるんです。日本円っていうのは日本銀行が作ってて、で日本銀行はもういくらでも日本国債を買いますから、日本国債っていうのは要するに日本国債買うってことは日本にお金を貸すんですよ。でどれぐらい貸すかっていうと、年間80兆円ずつぐらい貸してたんですよ。前はビャーってこうそれぐらい貸してるんだから、そういう意味で破綻しないっていうことがあるんですよね。で、まあ、これがまあ、これ一個です。一個です。そしたら、その小林慶一郎は何て言ってたかっていうと、いやいやいや、だからそれは破綻はしないんだけど、なんか大変なことが起こると。もう、これでもうほとんど詐欺師みたいになってるわけで、もう大変なこと。大変なことって何やねん。いや、なんか知らんけど大変なこと。だから何か言えって、いやいやいや、大変なこと。こうなってるんですよ。で、大変なことで一応彼らはこう言うんですよ。その円の信任がなくなって、貨幣が暴落をして、貨幣価値が暴落をして、で、国債も紙くずになってしまうと。それが X デーだと。国債みんな持ってて、銀行とかいっぱい国債持ってるんだけど、紙くずになる。これ怖いから絶対やらない。ってこう言うんですよ。で、この国債が紙くずになるっていう言い方もします。聞いたことあるんですよ。国債が紙くずになるっていうこと。あ、少ないですね。あ、そうですか。国債が暴落するっていうのを聞いたことあるんですよ。ああ。だとしたら、もう僕はここでその、彼らを論破できないですね。だって彼らが言ってることを知らなくて、その知らないことを教えた上でそれが違うって言わないといけないんだから。でもなんか知らないけど大変なことになるって言ってるんですよね。で、だからね、要するに彼らの手口はこうなんですよ。大変なことになるって言って、大変なことになるって日本語はもう幼稚園児でもわかるわけですよ。ほいで、いや、国債が紙くずになるとか、円の信任がなくなるって聞いたことあるでしょ。あ、これは結構有名なんですね。なるほど、なるほど。円の信任がなくなることって、何か説明できるでしょ。いないですね。僕もできないんです。で、何言ってるか分かんないですから。でも、円の信任がなくなるって言ったら、なんか、やばいって感じになりますよね。で、これが彼らの手口なんですよ。で、彼らも円の信任がなくなるということの定義を言っていないです。だから、円の信任がなくなるって何なんですかね。だから、円をみんな売り飛ぶ。どうするんですか、全部ドルに変えるってことですよね。変えますか。いや、だってみんな円使ってるし。だからね、もう、いちいち言い出したら、もう彼らとは、キチガイさんと議論してるような話になってるんで、っていうか、詐欺師と、議論してるとか、あるいは、統一教会にこう、やられてる桜田淳子と喋ってるというか、ちょっともう、話にならないんですよね。だから、何がどう大変なのか言ってみろっても定義できないっていう、話なんですよね。ですからね、なんかその破綻論者と議論するときは、破綻って何すかって聞いてみてください。これね、デフォルトという趣旨のこと言ったら、いや、それはないし、って言ったらいいんですよ。でも小林慶一郎もないって言ってるから。で、なんでないと言えるのかっていうと、国家に通貨発行権があるから。ということなんですね。先ほどの AKB48 の話になります。
うん、ということでね、もうだからもう そこだけ覚えておいていただいたらいいんじゃないかなと思います。さて今日はですね、まあ、それに加えて、まあ、今日はあのこの超入門 MMT っていうのが今日ちょうどもうあの昨日から SNS に僕紹介をして、で今朝、インターネットの記事を書いて紹介をして、もう今日から昨日からこの本を紹介し始めた本が、まあ、あるんですけど、僕はこれ MMT っていうのを別になんかことさら大事な理論だというふうに紹介したいわけじゃないんですよ。世の中に理論がいっぱいありますからね。あの経済理論だって価格理論っていうのがありますよね。リフレ理論っていうのもありますし、それから需給バランスのデフレ理論っていうのもありますし、シュンペーターの理論だとかケインズの理論だとか、まあ、いろんな理論があるんです。でそのうちの一つに、現代貨幣理論っていうのがあると思っておいていただいたらいいです。でだから別に価格理論って、価格理論って需要と曲線、需要カーブとサプライカーブと供給曲線があって、それの交点で価格が決まるっていう、まあ、理論が、まあ、これはもう中学生ぐらいでも教えるような理論が、まあ、あるんですけど、別にこの理論で全部経済語れないですよね。例えば経済で、例えばそこのお店やってる方だとお弁当を何百円にして売ろうかっていう話をするときに、その需要と供給の価格理論だけで決めれないですよね。あのこういう値段は高い、原価高いけどいつも500円出てから500円にしようとか、あるいは俺は私はもうずっと250円でやってきてるから250円でやるんだとか、あれやっぱ美味しいもん買ってもらいたいから1500円ぐらいにして、で買ってくれる人が買ってくれたらいいとかね、そうやってこう価格っていうのはなんかいろんな需要と供給だけで決まるわけじゃないですよ。需要と供給でも影響を受けるけど自分の気持ちも影響しますよね。だから別に理論だけで全部説明できないですよね。それと同じで MMT になってですね、全部説明、例えば僕が誰と結婚するかとか現代貨幣理論で説明できないわけですよ。例えばその浜松でどの弁当を買うかとか現代貨幣理論で説明できないわけですよ。だから現代貨幣理論っていうもので全部説明できるわけじゃないですよ。消費者理論を持ち出さないといけないし、あるいはナッジ理論だとかなんかいろんなものがあって、そのうちの一個だと思ってください。で、このただあのこれはとても大事な理論だと思います、財先生。なんでかっていうと二つ言ってるからです。もう現代貨幣理論の重要なポイントはこの二つです。ポイント1、政府は貨幣の供給者であると、これを言ってる理論って他にないんですね。でも考えてみてください。僕らの、日本政府が、例えば、ドル借りたらしんどそうですよね。元借りてもちょっとしんどそうですよね。元借りてなんかいっぱいなんか元が、それがユーロ借りてもしんどそうですよね。でも円借りたら楽そうですよね。これなんでかって言ったら日銀と一緒に仲良ししてるからですよ。広い意味で言って、これ厳密に言うと日本銀行と政府っていうのが、一応日本銀行は独立だと呼びますけど、広い意味での抗議の政府と一般政府とこう呼ばれるからなんですね。まあ、具体的に言うと政府が国債を発行して国債市場に出します。じゃあ誰も買わなくても、まあ、日本銀行が買うって言ったら必ず買います。その時日本銀行は無尽蔵に買えます。いくらでも普通の銀行だったら、いやこれ以上買ったらちょっとしんどいなと、うちの持ってる資産がこんだけやから、保有資産こんだけやから、これ全部、国債するのしんどいなってなるんですけど、日本銀行は無尽蔵に買います。お金をすらなくても、だって別に、日銀当座預金というのを、まあ厳密に言うと、政府の日銀当座預金というところにお金をもう入れていくだけなので。っていうか、入れるっていうか、なんか入れるんじゃなくて、数字書くだけなので。その日銀当座預金、だから例えば政府が100兆円の国債を出しましたと、あ、そうでっか、言って、日本銀行がやることは、その、日本、政府が、これ僕日本銀行ですよ。政府の口座、銀行口座、皆さんが、みずほ銀行だとか、UFJ とか、USJ だとかに、なんか、なんですか、こう、なんか持ってるじゃないですか、銀行口座。あれと同じように、政府を持ってるんですよ、日本銀行。で、政府、僕政府君だとしたら、日本政府君だとしたら、僕は、日本銀行しか口座持ってないんですよ。あんたここしか持ったらあかんって、わかりました。それで、お金貸してって言って、こう、国債をこう、書いて、ピャッて渡したら、はいって言って、100兆円で書き寄るんですよ。それだけ。で、一軒円で書いてって言ったら、一軒円で書ける。もうそれだけ。で、一軒ほんまにいるって言うんやったら、日本銀行書けるんですよ。それで、書きましたよね。だ普通は、一応だからこれ、普通、借金したら、僕に政府だったら、僕だったら、みずほ銀行からお金借りたら、お前、500万貸しておるけど、ちゃんと3年で返せよ。って言われるわけですよ。わかりましたって言うわけですよ。で、3年後に、すいません、お金500万なくて全部使ってしまいました。全然1円も儲からなかったです。何ってなるわけですよ。何やとくる
あいつら長いのが、もう何でもかき集めて返せ、こらとこうなるわけですよ。牛島君の世界ですよね。あいつポケットにある1円も全部出せ、こらって話になるわけですよ。でも俺がもう新しい君を紹介しろ、あいつから借りろ、言っても氷菓子から借りさせて、すみませんって頭下げて、お前には貸さねえってみんなからええー、言われたら返せなくなる。でも僕は破綻するんです。ところが日本銀行は返してもらう動機がないんですよ。牛島君は返してもらわんかったら損するから。だって牛島君は例えばこうもっと銀行に例えばなんか1億とかあるわけですよ。それ貸して返す、貸してで、ほいで貸して返ってけへんかったら自分の資産が減るわけですよ。それ嫌なんですよ。日本銀行は自分でお金無尽蔵に作ってますから、月に作ってますから。だから別に貸したまま帰ってこんでも、ふーんって言うんですよ。あ、そう。返せへんの。一応法律上とかなんかこう、成績上、いや、なんかちょっとこれ、ちょっとバランスシート改善したいなと思う人はまあ、いるんでしょうけども。まあ別にそれがいるだけの話で。別に返す義理全然ないです。返してもらわんでも何にも困らないですよ、日本銀行。っていうことなんですね。で、しかも、僕は牛島君が渡されたら金利払わなきゃいけませんよね。ところが、日本銀行は金利払わんでもいいんですよ。法律上書いてあるんですよ。返さんでもいいし、返せって言われへんし、金利も払えって言われへんんですよ。これ普通なんて言います？もらったって言うんですよ。もろたってことなんですよ。政府が、イギリス政府が出来上がってから、借金、イギリス政府の借金がどうなったかを書いてあるんですよ。1691年が2016年までずっと増えてるんですよ。ずっと借金が増え続けてるっていうことはどういうことかっていうと、プライマリーバランスが黒字になったことがないってことです。プライマリーバランスって何かっていうと、財政収支です。財政収支はずっと赤のままです。50兆もらったら70兆使う。100兆もらったら130兆使う。1000兆もらったら1300兆使う。これが財政収支赤です。政府はずっと財政収支赤なんですよ。まあ厳密に言うとここちょっと横になってますけど、これ金本位制って財政収支のプライマリーバランス均衡してた時です。これ金本位制って この制度ここで強行になったんですけどね。だ普通政府というものは、イギリス政府というものはずっと財政収支赤なんです。だから皆さんなんか財政収支赤だって聞いたら、あかんこれ黒字化せなっていう洗脳を受けてますよね。それは一般の家計の話。50万親父稼いでんのに、それでおかんが60万使うとったら、そら火の車になりますわ。でもそれ一般の家庭だからです。政府っていうのは財政収支が、収支が赤字であることが健全なんですよ。そうじゃないと、なんでかって言ったら、さっきも言いましたけど、貨幣の供給者は政府でしょ？っていうか政府が供給しないから貨幣供給されないわけですよ。まあ厳密とちょっと違うんですけど、まあ簡単に言うとそういうことです。他のラインもまあ一応あるんですけど、まあ基本的に言うと政府が供給するんですよ。で、供給しなかったらお金増えないでしょ？で、成長できないじゃないですか。例えばこの部屋に1万円札が1枚しかなかったとしましょう。みんなものすごい能力があったとしましょう。なんかある人はものすごい陶芸の能力があって、ある人はものすごいあんまの能力があって、この人はもうだから、もうすごいなんかこう、なんかダンスが得意だったりとか、あるいはものすごいいいもん作れたり、車作れたりとか、ものすごい美術品作れたりとか、ものすごい、このね、70人の方ものすごい能力があったとしましょうよ。でもここに1万円札1枚しかなかったとしましょう。じゃあどうなります？じゃあそれをバーって配って誰かパッとこう取ります。そしたらその人が欲しいものをこう見て入って、あ、じゃあちょっと今お腹すいたからご飯食べよう。でもなんかものすごいなんか、美味しい割烹料理作ってもらいます。わかんないですよ。ものすごい能力あるんですよ。ほんで食べ終わるまでちょっと待とうかんとダメですよね。で、この人1枚食べ終わらさせて、で1枚あって、で、この人が、いや、なんか欲しいな、ちょっとあの壺欲しいな、あと壺のところにお金行きます。そんなことやってて、3日間経って、みんなめちゃくちゃ能力あるし、みんなめちゃ壺が欲しいし、めっちゃご飯食べたし、お酒も飲みたいし、あんまもしてほしいし、あれも買ってほしい、これもものすごい需要があって、かつ供給力もすごいあるのに、お金が1枚しかなかったら、経済活動ってものすごい限定されますよね。
供給もあって需要もあってお金さえあったらいくらでももううわーってできるわけですよ。一万しかなかったら全然経済活動できないですよね。だから結局どんだけ能力があったってどんだけ欲しいという気持ちがあったって需要と供給があったってお金がなかったら経済って動かないんですよ。だから上から適当にバーって適当にだからこれあんまり予算やりすぎたらもう買いすぎたりとかするかもしれませんけど、ええ感じでこうバラバラバラーっとこうばらまいといたらですね、お金を。そしたらもうそれぞれがお互いのペアでいろんなビジネスできます。それが今の日本経済ですよ。お金がここになかったら皆さんが欲しいものももらえないし、売りたいものも売れないんですよ。お金がないというだけの話で。能力が、需要と供給があるのに。だから需要と供給があるにもかかわらず、貨幣の量が少なかったら経済で停滞するんですよ。だから停滞したんですよ。政府が貨幣供給するんでしょ？そうだけども、金の量に一定だっつって、これもうどれぐらいやったのかな、これ。1791年から。100年ぐらい金本位制ってやったわけですよ。それでも全然、で、そのせいでイギリスはもう凋落していったわけですよ。どん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 ダメになっていったわけですよ。で、これがプライマリーバランス黒字ってことですよ。プライマリーバランス均衡ってことですよ。収入の範囲で支出する、収入の範囲で支出するってことですよ。収入の範囲で支出するということが、どれだけその国の経済を疲弊させるか。この間にいろんな技術者は、いろんな役、いろんな能力のある人はどん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 技術を磨いていく。100年もあるんですよ。100年もあったらいろんな人がいろんなものを開発してイノベーションが起こるわけですよ。まあでも職人だってものすごい技術上げていくんですよ。にもかかわらずお金の量が少ないから、物の値段一緒。どんだけ稼いでも収入が全然変わらない。まあ、ちょっと能力の低い人の所得が減って能力の高い人がちょっと増えるとかっていう、その限られたパイの取り合いっていうのは幾分ありますけれども。なして増えない。だって、別に、普通に生活してて、夜ちゃんと普通にぼーっとしてる時だけど、でもその時に、例えばテレビ見たいなと思ったらテレビを作る人が出てきたら、そのテレビを追加で買うじゃないですか。まあ、物が増えやエッチもちゃいますけども。どん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 我々の中には消費を入れていく余地があるじゃないですか。あるいは100円のまんじゅう食ってたけども別に1000円のまんじゅう食ったっていいんだから。100円の焼酎飲んでもええけども、もう2万円のブランデーとか飲んだっていいんだから。あるいはもう安いドブロク飲んでてもええけども、すごい高級品の10万円銀醸飲んだっていいんだから。酒の飲める量は一緒かもしれないけれども、職人がどん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 技術を上げていったら、みんな贅沢に買っていくわけですよ。それが、豊かさですよ。豊かになるためにお金がいるんですよ。お金がいるっていうのは、それは、お金がなかったら俺は幸せになりたいんでって意味じゃなくて、経済を回すために、売り飛ばしたいと思う人が、買いたいと思う人に買わせるために、商取引を成立させるために、最低限のお金が流れないといけないんだけど、貨幣が今日流通してないとそれができないんですよ。それが今の状況ですよ、日本の。日本は我がみたいにこれを目指してるわけですよ。で、これで世界恐慌になったから、これあかんわよ、そっからずっと増やしてるんですよ、イギリスは。これがだから1921年ですよ。まあ20年ぐらい、29年ですよ、世界恐慌は。そっからもう、プライマリーバランス黒字化なんて、財政収支黒字化なんか目指してなんて、バカなんですよ、そんなこと目指してたら。イギリスは。絶対目指してない。だから日本も、このままだったら絶対恐慌になる。まあ、だって恐慌になったんだから。次アメリカ、もうずっと増やします。ここで金本位制の時間が短かった。一瞬早く、お金を結構使うようになっていった、どん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 。で、始めるの遅かった。金本位制を。だから、アメリカは世界のスーパー大国になれたんですよ。お金をちゃんと回すことができたから、経済を発展させることができたんですよ。レベルを上げることができたんですよ。で、その後ずっと上げてますよね。一部、お金をこう、金本位制で、金本位制ってわかりますか？政府が持ってる金の量と、流通させる貨幣の量をイコールにするんですよ。これ、打艦紙幣、紙幣ってこう言うんですけど。だから、こう、増えないんですよ。でそれもアホらしいからやめろよ。ずっと上でも世界のスーパー大国になれたわけですよ。ここで何が起こったかって言ったら、世界恐慌ですよ。ここ世界恐慌。ここでも世界恐慌。一回こんなんなってます。これなんでこんなことになったかって、ジャクソンっていう大統領がいて、ジャクソン主義っていうのがあって、彼は中央銀行を潰したんですよ。停止したんですよ。じゃ変な人で、まだ近代国家が始まってまだちょっとぐらいだったんで、まだ40年ぐらいなんで、近代国家が始まって、アメリカが始まってね。まだ南北戦争の前ですよ。だから、
現代貨幣ってなんか分からへんアホだったんですよ。あれなんかもう小林慶一郎みたいなアホがこう大統領になったんですよ。だから借金してるあかんって借金めっちゃ返しよったんですよ。めっちゃ返しよって借金返そうと思ったらプライマリーバランス黒字にしなきゃいませんよ。増税して金使わん、金出せーってむしり取って払わんからなってやったんですよ。でめっちゃ減ったんですよ。で中央銀行も中止、もう貨幣の供給もなし。じゃあどうなったか言ったらもう恐慌で1837年恐慌っていうのがあるんですよ。ジャクソンは1829年から1837年までやったんですけど、それでもう最後に1836年に中央銀行を完全に潰すことに成功するんですよ。そしたら翌年に大恐慌になったんですよ。アホもう矢野と一緒、小林と一緒だって。それはそうで、お金ないんだもの。その時イギリスどうし、あのアメリカがどうしたか知ってますか？お金ないじゃないですか。で州政府でもうこのジャクソンってお前頭あの医師みたいなパパラパ、あごめんなさいね、ここ医師のこと好きな人いるんかもしれませんけどごめんなさいね。もうなんか地方文献好きなんですよこいつら、ジャクソンって。で中央銀行嫌い、地方の時代や言って地方政府強くして、で中央政府なんてもなくてもいいわ言って、で州政府が州の国州債っていうのいっぱい発行するんですよ。でも全然中連邦政府が、連邦銀行がないから、中銀がないから、FRB がないから、当時は連邦銀行って言うんですけど、合衆国銀行ってそれもないから、誰も買わんのですよ。でドル買えない。そしたらどうしたか言ったら、イギリスの中央銀行がそれいっぱい買ったんですよ。国債を。だから州債を。で、ポンドを渡すんですよ、ポンド。で中央銀行が何だから、思わないですよね。だって、ポンドはイギリスは山自分で供給者だから政府は。全部すれるわけですよ。わー、吸ったんですよ。わあ、吸って。だからこれ、1800。まあ、この辺ですね、この辺。これ、まだこいつら、まあ、金本位制だけど、中央銀行あるんだから。それなりに、できるわけですよ。それなりに。それでもう、ポンドで買うわけですよ。そしたら、アメリカ国内ポンド持っててもしょうがないですよ。何するか言ったら、イギリスのもん買うたんです。これで貿易赤字がどんどん膨らんでったんです。これアホでしょ、これ。日本で言ったら、元を借りて中国のもん買う。で、中国人は別に何もせんのお金吸って配って、そしたら作ったもん買ってくれて、借金がどんどん増えてって、返してくれよって言うわけですよ。これ中国人はこれ、こいつよ、お前。牛島君と一緒ですよ、これ。返せよ、おらってことになるわけですよ。だって、仲間じゃないから、中国。でそうなんですよ。でもこうなんですよ。これでもう国がすごい、だからこれやばいっていうことで、すぐまたこう、借金し始めるんですけどね。し始めて。でも中央銀行ないけども借金し始めて。で、南北戦争の時にもこのままやったらあかんわ。で、もう一回中央銀行復活させるんですよ。で、アメリカはこの経験があるので、小林慶一郎とか、矢野みたいなアホ出てこないんですよ。だってやったらもう潰れるの分かってるから。これそこからずーっと、まあ、一回こういう時もあるんですけど、ずーっと増やしてるんですよ。で、日本もちゃんと立派に借金増やしてるんですよ、こうやって。ずーっと。ここで金本位制が一部あったけど、すぐやめて、高橋小力がずっとお金使って、何やかんやとこう増えてきてるんですけど、見てください、この2000年代の伸び方。結構ええ感じで伸びてるでしょ？ええ感じで伸びてるでしょ？横になったらんですよ。一人金本位制状況です。もうね、矢野っちですよ、矢野っち。財務省ですよ。プライマリーバランス黒字が目標ですよ。伸びないでしょ？伸びないけれども、国民の技術力が年々上がっていくじゃないですか。今はもうものすごいサービスがものすごい安く売られてるじゃないですか。ブラック企業になってるわけですよ。だからもう日本人がアホみたいにバーッと成長せんかったらいいんですよ。技術力も何もない、もう競争もしんどい、先生でバーッとしてたら、昨日あったシャワーになりますけど、違うんですよ、こう。だんだん成長していくんですよ。で、ちょっとまあ余分に働いたろうかとか働く。で、サービス残業ですね。でこっちも俺もサービス残業しようかってことになるわけですよ。でも全然収入増えない。もう地獄の競争ですよ。それは、こういうことを今自分でやってるんですよ。これは金本位制だし、しょうがないし。あ、だからここと一緒。アホってことなんですよ、今の日本人は。で、でもなんか破綻するとかやって。小林慶一郎ですら破綻しないですって言ってるんですよ。めちゃくちゃ。まあまあ、これがね、先ほど言った、
1936年中央銀行を廃止し政府の借金を返済し始めて37年恐慌が勃発したと。あ、これはすみません、今ここだけで載せた話ですけども、どうやったら日本経済がようなるかということを書いてます。プライマリーバランス規律を撤廃すること、だからあの横にしないということですよ。ちゃんと借金を増やしていこうということですよ。借金が増えていかないと成長しないんだから。で、消費税ゼロにしましょう。で、ちゃんと皆さん困ってた保証しましょう。コロナ終わるまで。これで投資しましょう。もうこんだけです。ちなみに、お所得倍増ってね、岸田さん言ってますけど、所得倍増をやったのは、池田内閣です。池田隼人ですよ。池田隼人内閣の財務官僚は、忘れました。忘れましたけど、すいません。財務官僚の、がおったんですけど、バケモンみたいな財務官僚、そいつはもうすごい積極財政派だったんですよ。その時やったのが、減税と社会保障と投資ですよ。で、当然昔はプライマリーバランス規律なんてなかったから。だから、これ僕は池田隼人と同じことをやれというつもりで書いたんじゃないけれども、バカが考えても普通考えたらこうなるんですよ。風邪ひいたら寝とけみたいな話ですよ。ゆっくり寝て、よう寝て、あったこうして寝とけみたいな話じゃないですか。それですよね。経済が悪かったら、この3つをしたらいいんですよ。で、今の日本はわかるわからん PB のバランスっていうのが、これを止めたらいいってことなんですよ。ねえ、日本はそれやってないから、こんなのがあって24兆下がってるわけですよ。もうすごい経済が悪くなってるわけですよ。で、自殺も増えてるし、わけですけど、外国は、まず最初に去年の3月の時点で財政規律を凍結します。それでもうみんな困ってる人にお金配りまくります。それで多くの国で消費税の減税やります。こんだけで減税やります。そしたらどうなったかって言ったら、だから要するに僕が言った通りにやってるわけですよ。減税をしてで保証する。そしたらどうなったかって言ったら、これフランスですけど V 字回復元戻ってるんだ。日本はへこんだままへこんだままですけど、これもうちょっと今新しいデータもあるの同じです。もっと下がってます。でも諸外国はちゃんとこんなことやったから元に戻ってるわけですよ。じゃあ具体的にどんなことやったかというと、アメリカを見てみると、トランプが400兆配ってます。日本30兆。この今までで実際に執行した予算で30兆だけ、30兆残ってますからね。真水30兆とか言ってますけど、で今の岸田内閣でやってる財政政策30何兆やるって言ってますけど、あれ、菅さんがやり残したやつの30兆がほとんど原資ですからね。だからもう結局、全然お金、予算積んだだけで何もやってないんですよ。その間に、アメリカ400兆、10倍以上。で、これが、もう、多分どれぐらいのことやってるかというと、去年の3月に200兆の給付金とかを配るんですよ。200兆円の給付金って言ったら、アメリカ人2億人いますから、1人当たり100万円です。赤ちゃんからおじいちゃん、おばあちゃんまで全部含めて100万円。まあ、それ以外にもね、失業手当とか何だとかってこうやってますけど、基本的に平均して、国民一人で100万配ってるんですよ。日本はどうですか ?10 万配っただけでも、ぐち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 言うてるでしょ。その間にアメリカ100万配っとるわけですよ。その100万いつ配り終わったかって言ったら、もう年内に配り終わってるわけですよ。で、なんでかって12月27日に、大いせに100兆入れてるんですよ。個人向け給付金。ね?これで100兆ってことは50万ですよ。去年1年間で150万円の金を平均にして全員に配ってるんですよ。日本はその間で10万1回ですよ。GoTo トラベルでせいぜい7、8万とかですよ。その、こんだけの金配ってるわけですよ。で、もうこれだけでも日本やったら、これで財政破綻するとか、いざのもんですよ。で、もう終わるんかなと。もうバイデンでまた400兆入れてるわけですよ。で、ここになったら、個人向け給付金、再々給付、失業手当、ワクチン、これで200兆ですよ。また100万配ってるんですよ。100万、50万、100万でもう、ここで250万配ってるんですよ、国民あたり、一人あたり、平均で。その間日本は10万円配ってマスク配っただけですよ。舐めとるんかっていう話ですよ。それで破綻するって、お前、どの口が言うとんねんっていう話ですよ。いいですか、これが、ね、去年度なんですよ、この1年間でですよ。で、それに加えて、バイデンはここから、まあ、こんだけまあ、だいぶ保証したから、ここから未来の投資をやってるわけですよ。インフラ整備とか、競争力強化の AI の投資だとか。
で医療の支援だとかっていうことをやって、それで全部合わせて400兆です。で、これが執行中に、先月はインフラ投資だけで114兆円の公共投資を決めてるんですよ。114兆円ということは国民一人当たり50万ってことですよ。これが普通の政府がやることですよ。で、これだけやったからどうなったかっていうと、アメリカは2019年から2020年かけて、まあちょっとしんどかった、2020年は。まあこんだけやっても。2021年、プラス 7% 成長です。20年から27年に、19年から21年にかけて。これがだからまあ言ってみたら、3、4% ずつ伸びたってことで、平均で言うと。あのコロナで、世界で最も人が死んで、とてつもないロックダウンをやって。だけどそれでもアメリカ人は、3、4% ずつ成長してるんですよ。日本どうかって言ったら、何にもしてないんですよ。ほんで、木内先生がちょっと積極財政や言うたら、ばらまきやって、どこがばらまきやねんって。ばらまいてからばらまきやと批判してくれですよ。ばらまいてもいないのにばらまきだって、そんな乗り切りになるか、ですよ、そんなもん。ほな、国民一人当たり200万ずつぐらい、木内先生にばらまいてもらわないと。ほんで、ばらまきだ言われたら、まあ、しょうがないかなと。まあ、ばらまきでも、え、そうはって。え、なんか悪いですか？え、ばらまきですけど何か？っていうだけの話ですよ。だってこっちはもうこんだけやってるんだから。ということで、もう日本がいかにお金使ってないかっていう、まあことです。だから、もう最後にこれで終わりますけども、きちんとプライマリーバランス規律を凍結をして、池田勇人がやったように、消費税をゼロにして、保証をして、投資をしたらいいんですね。アメリカがきっちりこれやっても 7% プラスですよ。で、中国は今プラス 14% です。7% ずつ成長してます。で、その結果どうなってるかって言ったら、日本と中国の経済格差は、2010年の頃は日本の方が経済5位だった。で、そこで追い抜かれて、この12年間、日本は全然成長しない。バカみたいに消費税を 5% から 10% に上げて、大して公共投資もできなくて、やってる感だけ出して、結局全然やってない。一方で中国はもう、めちゃくちゃ公共投資をやって、で、もう3倍ぐらいに増えてます。で、今やも日本企業はもうどんどん買われてます、外国、中国人。今でこんだけ買われてるんだから、あと10年経って、今の格差が1対3だけど、これが1対9とかになります。そうなったら、もうほとんど我々はもう中国人に牛耳られるでしょ、このままだったら。なんでそんな格差がついたかやったら、ちゃんと、公共投資とか、政府がお金使ってるから、でも中国政府っていうのはもう、殺しますからね、国民を。チベットとかウイグルとか。あそこまでやるんだけど、国を豊かにすることに興味があるから、バンバン金使ってるんですよ。で、もう今やもう日本人よりも、1億人、上位1億人のお金持ちは、今の日本人のお金持ちなんかずっとお金持ちですよ。で、日本全然成長しないから。これもう最後ですけど、どれぐらい成長しないかっていうと、ずっとお金使ってないから、まあこうですよ。日本は95、7年まで伸びてたけど、そこからダメで、よそ伸びてるんですよ。で、ここで中国に抜かれて。で、2020年には韓国に一人当たりの GDP で負けてます。すなわち我々はパラソイトの半地下以下の暮らしを余儀なくされてるんですよ。イカゲームに出なあかんのは我々なんですよ。韓国人じゃない、イカゲームに出るのは我々なんですよ。国民はそろそろね、これを気づき始めてる。そして、これを導いてるのは、財務省の緊縮だ。そして、この財務省の緊縮に賛同してる国会議員たちが、こういう状況を作ってるんですよ。ぜひ、木内先生にこの世の中を変えてもらいましょう。以上で私のお話は終わりだと思います。どうもありがとうございます。そして今日藤井先生、わざわざ、浜松にご講演に来ていただきましてありがとうございました。もう多くは語りませんけれども、まあ私もなぜ郵政民営化に反対したってことも含めてですね、そんなバカなこと普通しませんよね。で、皆さんぜひね、気がついてほしいことなんです。世の中の流れってすごく大きく変わってますから、でそこにやっぱり私も外務省出身ですし、海外生活10人ですので、まあ日本で通用していることが必ずしも世界ではもう周回遅れとかですね、そういうことが非常に多々ございますので、ぜひこういった勉強会またやらせていただきますが、やっぱりこう思考停止型とかですね、メディアから流れている情報にもちろん
それを収集するのはいいんですけど、やっぱメディアリトラシーというのが必要でして、やっぱり当然何かを仕掛けるってくるいろんな人たちが、それは内国内にも世界にもいますので、そういうものにあまり騙されないようにですね、することが私は大事じゃないかなと思ってます。で、結論から言うとですね、私は日本人が忘れてきた、大事ないろんな価値観、例えば、近江商人の三方よし、売り手よし、買い手よし、世間よしと、そういう考え方や、渋沢H ブームですけれども、どっちでしたっけ、右手にそろばん左手に論語逆だったかな、そういうですね日本人の考え方、忘れてしまったような考え方こそが、私グローバルスタンダードの言葉大嫌いなんです。大体グローバルスタンダードっていうルールを決めるのが特定の勢力だけで、自分たちに都合のいいルールを作って美味しい思いをしようっていうのが、まあ、ちょっと言いにくいんですけれども、中国でありアメリカなんですね。まあ、その点で米中って似てるなってずっと昔から私言ってるんですけど、そうではなくて、やっぱり日本のその良き、考え方、我々のご先祖様が、いろいろと編み出した考え方、これをですね、国際標準にすれば、いろんな物事が、経済も、そして医療も、環境も、解決するんですよ。そういうことに私はもう、だいぶ前から、落選して特に、気がついてですね、もうそういうふうに、それに気がつくことが、日本人が気がつくことが、この地球というですね、大きな大きな、まあ、船みたいな乗り物をですね、みんなが、幸せにニコニコして、ごく一部のね、すっごく軍事力とか、お金のパワーが大好きなね、さっきちょっと言った人たちの中のまた一部の人たち、ではなくて、それこそ日本のね人たちはもうこう大事にしてきたもので、みんながうまく丸く収まると調和すると、いうのですね、そういうことを私はやっていきたいと、それこそが本当のその政治という祭り事ではないかなと。で、最後にですね、積極財政がなんでっていうのは本当にもうそれしかないんですね。で、私も常にですね、戦ってるんです、緊縮。で、緊縮さんの人たちってすごく、なんか、暗いっていうかですね、まあ、あんまり言いたくないんですけど、なんか、財務事務次官の顔ってなんか暗、まあ、これちょっと誹謗中傷っていうとなことになるかもしれませんから、ちょっとここの部分はカットしてもらった方がいいかもしれませんけど、なんかね、もうこのままいくと財政破綻する。日本はもうダメだと。なんか少子化は成熟した社会だから、もう少子化はしょうがないんだと。そんなことないんですね。他の国ができることがですね、開発途上国ができることが日本でできないわけがありませんので、そういうその思考停止型ということでは私はいけないと思いますので、ちょっと よく考えてみると、私はですね、よく結果第一主義、選挙もそうですけど、結果にこだわるんです。みんながやってることをやってるんじゃなくて、みんながやってることをやりながら、さっきも言ったように気がつくことによって、あ、こういうことをしたらもっと票が出るんだな、こういうことをしたらもっと、活動にはお金が必要ですから、お金が入ってくるようにできるんだなって、ね、でもっとこういうふうにどんどん使えば、10使えば20入ってくるんじゃないかな。でここで私も日々、うちの会計担当の妻と戦ってるんです。これは本当に財務省と大蔵省と一緒なんですね。こう領収書見て、ね、お父さん何これと、この5万5千円って何ですかって、でだからこれは後輩と飲みに行って全部奢ったんだと、割り勘にしてくださいと、こういう発想なんですね。で常にうちの家内はその年度のですね、1年のですね、まあ大体の1月からなんですけど、1月1日か12月31日の収支報告を作るんですけれども、その、ね、収入と支出、そこだけしか見てないんですよね。私はそれバンバンいろんな後輩だったら全部奢ってますよ。なんでだと思います？将来総裁選に出た時にその中の10人の2人でも窮地に乗るって書いてもらいたいからなんですよ。これもうちょっと笑ってくださいね。ということなんです。将来の投資として使ってるわけです。それは後で回収できるんですよ。それが50倍や100倍になると私は思ってますから、どんどん
使うとこにはね、使うべきだと思いますので、やっぱり皆さんもね、もう大変今、厳しい時であったとしても、ね、まあ私はあんまり節約するのは好きじゃないんですけど、例えば私今、誰もほとんど入ってない、大山宿舎っていうね、もう築来年で60年です。入りたくないようなとこ入ってます。別に贅沢する必要ないです。だけどその分、節約した分を、さっき言ったように、選挙にも強くなって、将来にも仲間ができるような使い方をして、ことが、っていう、その、なんていうか、緊縮的な考え方じゃなくて、前を向いてですね、どんどん仕掛けてきて、まあ、失敗することもありますけど、種をまいて、コツコツ水をやって、肥料をやって、で、それをこれからやっぱり積極財政でですね、あれもダメしない。だから、シーリングとかね、バカみたいですよ、シーリングって。なんで、しかも、皆さん、国防予算にシーリングってバカみたいだと思いません？だって、国防って相手が合ってることでしょ？中国は10倍増やしたら、こっちは最低3倍ぐらいにしないとですね、どんどん格差が増えてきます。そういうことも含めて、これからですね、単年度的な考え方ではなくて、やっぱり、5年、10年、の計画を立ててですね、やっていくっていうことをしないといけないと思います。最後に身近な話をして、これは藤井聡先生も、その通りだとおっしゃっていただいたんですけど、国道152号線で毎年大雨で通行止めになりますよね。通行止めになると、本来30分で行けるようなところが1時間半とかってなって、これ機械の喪失。経済にとってはこれは非常にマイナスですよね。で、しかも、お金がまたかかるわけです。だからケチケチしてるから原田橋が老朽化して落ちて、でまた新しく作ってたらまた落ちたりして、でそこ通れないわけです。機械の損失です。でそういうことをやってるから、かえって、これ本当なんですよ、かえって金がかかるんですよ。そうじゃなくて、脆弱な箇所を今のうちにどんどん調べて、大雨が来てもですね、乗り面崩落が起きないように手当てをどんどんしていくと。で、しかもコロナで分かったことは、日本の医療って大丈夫なのと。ある程度余裕がないとダメなんですよ。ある程度余裕があって、こそ危機対応ができるってことでありますので、ですからこれからしっかり積極財政がこれ、キーワードでありますので、明日財政政策検討本部が、自民党の党本部で開かれます。私、当初事務局長予定者でしたが、まあ、ちょっと幹事長になる方が、ちょっとどうしてもできないっていうので、私が、幹事長、西田昌司先生が、本部長で、明日も、安倍、晋三元総理も来られます。あんまり安倍先生の厳しく言わないでいただけるとありがたいなと思いますので、今は積極財政、先頭立っていただいてですね、党内、主流派になるべく、私も西田先生ともに頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願いします。今日来て、この人たち何言ってんだろうなと、変な人たちじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった方々のために、さあもうこれで終わります。もうほとんどおっしゃってること同じことばかりなんですけれども、この本私パーッと見ました。すごくわかりやすいですね。これをぜひですね、今日販売もいたしますので、ご購入いただきたいと思います。そして MMT っていうと怪しい宗教のように言われておりますけれども、この本もですね、MMT に対する誤解が多分解けるのではないか。実は私MMT ってよくわからなかったんですけども、単にその怪しい宗教のような経済学ではなくて、当たり前のことを言ってるだけの、要するに、貨幣とは何ぞやというところが分かれば、大体、あ、そういうことなんだよねって分かりますので、これも大変分かりやすい本ですので、ぜひご購入いただければと思います。別に、はい。以上、すいません。いずれにしましても、こういった勉強会をですね、これからも、やっていきたいと思いますので、ぜひ皆様方の方から、こういうテーマでどうかと、なるべく、ちょっと今日は時間がありませんでしたけれども、ただ、受け身ではなくて、いろんな方から積極的にですね、質問をいただいて、回答ができるような形にしたいと思います。藤井先生は超売れっ子なんでですね、藤井先生にもたくさん、お弟子筋の京都大学、藤井聡学派というのはまだできているかどうかわかりませんが、の
方々がいますのでね、まあ、柴山啓太先生この土曜日また来ますけどね、あのまた皆さんから今日なんかおかしいんじゃないかとかいろんな、疑問ってあると思いますので、またこのテーマで来年やりますので、ぜひですね質問したいなと思った方はまたその時にですね質問していただいてですね、なるべく深掘りができて、お仕事とかそういうものにお役に立てるようなんですね、やっぱり時代を先取りする先読みするっていうのはすごく大事ですから、私はそれ常にやってます。選挙でもいろんな活動でもね、人がやる前に先にやって、大体真似されてますけどね、まあ、そういうことでありますので、どうかですね今日来ていらしていらっしゃる皆様、この機会にですねこの、一つの怪しいですね、グループというかこうね、あんまり表で言うとですね、あれですから、あの人たちは変な MMT 派ね、危ない人たちね、なんていうふうに、ね、まあ、言われて も最近は大丈夫なんですけどね、そういうことで、またしっかり、こういう勉強会をしていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは、今一度、藤井聡先生、ちょっと、盛大な拍手をお願いいたします。今日はありがとうございました。